国王です2020年5月の13日ですね。えっ、ー、と、本日も、まあ、コメント返しですよね。えっ、ー、と、今日は、まあ、長くなるのは間違いないと思うんですけれども、せっかくたくさんいただいてるっていうのもあるので、えー、ぜひ実現していこうと思いまして、もうシリーズ化ですね、トライしていきたいと思ってます。で、えっ、ー、と、今日なんですけども、どんな内容でやっていくかというと、 ちょっと大きくくくりなんとなく最初に紹介しておきますねで1つ目は僕への簡単な質問、えっと、これに関してはすぐお答えできるで2つ目は J−POP 論で3つ目は K−POP 論ですねでここっていうのをまず最初に、えー、なんて言うの過去のトピックに書いてくれた方々のこう質問を引用しながらお話ししていきますそんな重要なことってよりより質問に答えていくような感じと思ってくださいでこれが大きな頭1つ目 で、その後、いつも通りですね、皆さんへのコメント返しというところをやっていきます。で、おおむね楽しい内容なんですけど、その中に、握手商法というところをすごく気にしている方々あ方で、これに対してお答えする。そして、僕個人を攻撃されている方、で、この方にもお答えします。で、建設的な質問、これはもう全然今思ってること、そのまま回答します。で、こういういつの、 ちょっと聞く人によっては親というようなものが入ってるかもしれないですけどそこに関してはあの自分で考えている範囲で皆さんが聞いてもそんなに辛くない内容だと思うんでお答えしていきたいと思っております。ねまあまあこの僕の考えということに関しては、えっと、皆さんいろいろ考えるところを憶測膨らますことを別にさせたいわけじゃないのであのこんなやつだよっていうことが分かってくれればいいかななんて思っております。 まあそんな感じですけど、ぜひクニオチャンネル登録していただきながら引き続きお付き合いください。じゃあ行っちゃいましょうか。ね。えっ、ー、と、いきますね。まずは、2つ前かな。3つ前か。3つ前のトピックにコメントくれていた方々をご紹介していきます。ね。じゃあまず行きましょう。3810トトロさん。ありがとうございます。えっ、ー、と、クニオさんは芸能評論家ですか 以えっ、ー、とね何と言っていいかわかんないですけどうーん僕この YouTube チャンネルをこれだけ見ている方にどう届いいいたかのそれが正解でで全然いいんですよだけど芸能を評論したいとか音楽を評論したいとかそういう気持ちじゃなくてまあ評論してるだろうって話だろうけど。 なんか自分で今まで見てきて共有したいものをトピックっていうのをこの YouTube で今やっていくのは2020年型で一番可能性広がるんじゃないかなと思ってこれをやってるわけですなのでどう捉えてもらえても大丈夫ですけどももしなんかもっといい呼び方言葉があったら、えっと、3810トトロさんなりに何かネーミング <laughs> アドバイスいただけたらと思っております引き続きよろしくお願いしますありがとうございます じゃ続いていきましょう。えっ、ー、と、くけさん、くけさんでいいんだよね、ひらがなでね。えっ、ー、と、これ、ご自身で推進されている3つのトピック、一気に読ませていただきます。えっ、ー、と、米国コンプレックスって結局、資金力だと思います。日本はバブル期の資金力があったときに、海外ではなく、日本国内にお金を使ったから、海外での評価が上がらなかったのでは、今の中間の海外戦略も、かつての米国を招いた資金力、ゴリ押しって感じです。 逆に若い世代はネットの普及による純粋な楽曲の力を使っている印象で、原点回帰したような印象ですね。ハロプロもネットの普及により多くのものを海外から領受できるようになったと思います、えーと。近年海外で受けている日本の音楽はアニメコラボのものが多いようなアニメの世界観といかにマッチングしているかがヒットにつながっていると思います。 えー、欧州ではごく一部ですが日本のアニメソング的なものやアニメによったものなどが出てきていますよね。Perfume もキャリーもアニメ的な近未来感や可愛さが連動して受けたように見えましたが音楽業界が距離をとっているのかアニメとがっつり組んで世界に出るアーティストって少ないのが非常にもったいないと思いますお互いの強みを生かせばうまくいくと思うんですが甘い考えですかね 宇多田さんが日本でヒットしたのは小室氏がそれまで一般的に歌謡曲しかなかった日本の音楽のジャンルを広げたという下地があってだと思いますただジャンルを広げたせいで分散により一曲集中がなくなり爆発的なヒットが生まれづらくなった宇多田さんは過労死でまだ一曲集中が残っていたからあれだけの大ヒットをしたのではがそれ以降のジャンルの細分化によりどんどん分散化して ジャンルに特化しないと売れないようになり、その時代が売れたのが楽曲の力ではなく、キャバクラ商法の一部のアイドルと音楽ジャンルがごったんだったアニメソングで分散化された音楽の中でトップになりましたね。以上です。ありがとうございます。えーとね、これはどうお答えしたいか。ここは J p o p の回答の部分に実はかぶ、うん、ってるんですけど、僕ね、この大きな見方のところであの。 この見方も別にダメと言ってるんんじゃないいですよ。だからそれはご理解くださいね。僕の見方というところを紹介して、えっと、最後のところでこの旅をつ <laughs> なげ出会うみたいにしたいんですけど、えー、いきますね。僕ねこの資金力の最初のところっていうのはなんかバブルだった時にじゃあ日本が出したかって言ったら僕タイミングバブルずれてたはずなんですよ。日本の音楽のバブルって経済のバブルの後だったはず,はずなんですよね。 例えば90年91年ぐらいまでをバブルという人事実上は90年で崩壊してるだろうという人多いですけどでも CD シングルとかが100万枚連発するようになったのって翌々年じゃないですか。でその感覚がすごくあって音楽業界のバブルっって僕90年代ままるるるあった気がするんですよねでもバ,バンドマンとかのバブルはある種終わってたりとか。 どこをポイントにするかによってこの話ってすごく見方場所によって違う話なのかなって少しこの10そ,のその10年ですら思う気がします。ね、で、まあ、まずここ一つとあと海外で受けている日本の音楽やアニメコラボっていうふうに言うんですけどこれ元々のルーツは例えばなんですけどアメリカもあのヨーロッパもアメリカヨーロッパだけで例えればそこでももう全然違うんですよ。 で例えば、えー、アニメソングのイベントみたいなコスプレのイベントみたいなものってどれぐらいあるかって言ったらアメリカってアメコミとか入っちゃってるしオー,オールジャパンだったのすごく少ないし、えー、フランスとかだとフランスが一番多分人気あるんですよだけどもうすでに日本と同じく細分化されてんですよねで最初の時は「週刊少年ジャンプ」系のものとかっていうのの勢いはあ例えばパリでやってるジャパンエキスポートとかでも見ていて感じてたんですけど もうそのタイミングでも2007年ぐらいですよねそのタイミングでも全然日本と速度感的にはあんまり変わらない感じ趣味は分かれてたけどっていうような印象でしたようんだから僕としてはこの「p e r f u m e リーとかっていうのは多分その後なんですよだけどこれがどれで近未来的可愛さで受けたとか音楽業界でどうだってこつながるところって言えないと思ってます 理由はさっきのところにつ,、うん、つながる感じなんですよね。でこれは宇多田さんがヒットした時代って多分1998年から少しの間のことを指してらっしゃると思うんですね。どっちかというと小室さんの対比があるからなんで小室さんが第一線でいわゆる TRF とかグローブとかを売り続けてた頃というところとのひなんていうか対比というふうに考えていただければと思うんですけど。 でもこれはジャンルを僕もこれを持ってるジャンルを広げたというよりコマーシャルとあと小室さんって中国への挑戦が若干失敗してるんですよね資金の持っていき方っていうところですごくビジネスドーンの人と音楽業界であ何も知らないけど勢いでいけるんじゃねえいけんじゃねえって言ってて結果、うん、そうでもなかったっていうところ、うん、これはこうどれだということは言えないけどその。 絡まりの中で答えを出して裏付けまで取って進めたという舵取りがいなかったっていうことだと思ってます。で、このキャバクラ商法の一部のアイドルっていうこれ皆さん言い方はとてもよくわからないですね。後ほどの方にも回答しますけど、あの例えば握手、これ選挙の握手もそうだしアイドルの握手もそうだしキャバクラの握手もですよ。接触というもの全部ですよ。全部違うんですよ。で僕に言わせればもうその人によって全部違う。 だからこの辺がなんかアニメソングももちろん違うし一つの頭の中になってるとすごく答えを間違うんじゃないかなというふうに思いました。なので j p o p 論でもしこれは外国史への営業というところとかどういうふうな功績になっているっていうようなお話をするんであれば土台のところで僕の見ている感覚と少し、えー、位置が違うというのかなのおかげで何か言ってることが噛み合わなくなりそうなので最後この噛み合わすところで言うと。 何か1つ基軸を作りましょうよここの軸から見たらこういうふうに見えるっていう全体像だと多分見えなくなるんで、うん、この話はニューヨークから見ようこの話はパリから見ようとかそんな感じですねそれがあると僕の方も話しやすいななんて思いましたのでそこを結論というかえっ、ー、と旅の一つの1ページ目とさせていただければと思いますありがとうございますじゃあ続いてえっ、ー、と数多分数ズね KZ なんでね数高さんなんでしょう KZTK ですから。あとです、えーと。BM はグループが珍しいのもあったと思うんですけど、海外の業界人に人気があったんですよ。アイドルとメタルっていうのもあったんですけど、サマソニーで海外のプロデューサーの目に留まり、アミューズメントにオファーがあり、世界進出に成功したと、裏事情に詳しい人が言ってたのを聞いたんですがね。もう、こ,これでいいと思います。うん。 業界人じゃなくても人気ありますよ、うん、もう皆さんがファンだから別に言うわけじゃなくてベビーメタルは人気があります、うん、そういうことだと思いますねうんこれはこの話はそれでいいかなあの貴重な裏付けをありがとうございますじゃあ続いての動画のコメントの方にいきましょうこれ多分同じ同じように書かれていらっしゃいますね和隆さん じゃあ、もう一つの動画にいただいた方のご意見が K-POP のことを指していたのでお読みします。えー、K-POP が海外に進出するのは自国では日本と違い、全く稼げないというのも理由なんですよね。逆に日本のアーティストは海外に進出し、冒険しなくても稼げるのも理由だよね。既存の BM は言いは言いづらいけど、 さやしちゃんがメンバー入りを好意的に受け入れてくれるとは思うけどダンスがうまい下手とかではなくユイメタルを超えるのは難しいような気がする別に私自身は BM3 人同じように好きで誰推しではないんだけどねうんうんこれね最初のところもうこれ k p o p っていう人すごく僕はこれどこでもそうじゃない韓国の話するとすごく来る人いるから。 あのこのこのくくりの中でもうう表現しておきたいんだけど。これもおっしゃってる通りが基軸なはずなんですよ。韓国って一応人口は5000万と言われてますよね？で、日本は1億2000万と言われているで、エンターテイメントをよく音楽業界とかで回していくためには非単一民族の中で。 1>, 1億人前後の人口が同じ言語で、えー、いる場所これがすごくビジネスになりやすいっていうふうにおっしゃられてる話って結構あるんですよでその中の一つが圧倒的なのが日本で何で圧倒的かというと日本語で1億人で1億人クラス日本語他で喋ってる人なんかいないんですよ100万人クラスもいないんですよ。 国自体が日本って日本語ってほぼほぼ日本でしか使われてないんでそうすると日本語の文献で全部出したものって日本の教育とかで言ったら英語もこれだけ英語溢れてても英語で調べたりしませんよねで僕も日本語で基本的に調べますもんただどうしても例えばコロナウイルスとかそういうものだったら外国の,このものを調べた方が早いからそういう情報は研究の早い国の とところろから取ろうとそうすると大体英語になっちゃうとかそういうことだと思うんですけどでそういうことでもなければ多分日本人ってしないじゃないですか。ってことはどういうことかといったら情報操作しやすすいいい国ででははあるのは間違いないんですよそれでは韓国も5,000万人を情報操作するより日本語で日本人を情報操作した方がこれすごくうがった意地の悪い言い方でまず例えてますよの方がやりやすいはずなのは数式的に分かるやつだと思うんですよね。 だけど僕ここで思ってるのはそこまでしてやることが果たして5年10年後とかのところでセーフかどうかって言ったら僕単純に2つぐらい前の動画で申し上げたかもしれないこの動画で言ってるかな、あのー、k p o p はおそらくジャニーズ人気のところに乗っかっていってだんだんグラジュレーションかけてきてるっていう話したと思うんですよ。 で、でで多分それで間違いないなんですよね。もうマーケットがあったんだけどそれを日本が外国であの自分たちがっていうふうにジャニー喜多川さんがどうしたかっていうことが全てなんですけど自分たちが外国進出でマーケット取りに行かなかったんですよ国内でやったんですよだから空いちゃってたんです長い年月そこに,にもう全然ニーズもあったんで乗っかっていったっていうことだと思うんですよねで僕これがほぼほぼ答えだと思いますよ あのなんでかというと大手の大きな、えー、フェスティバル行ってみて実際話して、えー、そういうような状況だったんでん、ね、だからこれ簡単な話なんですけど多分誰もが余計なこと考えてこの事実が伝わらないんですうんいつもそれは、うん、ど,どうしようと思ってます 今このお話してても伝わってないだろうなとか伝わる方もいるかもしれないけどうんまた違う話になるのかなとか思っちゃうんですねでもこれはもう全世界行った方ならわかる行ってみて話してるからリアルですそういうことでございます <laughs>、ね、でももし僕が会った人が全員違うたまたま全員が僕と会った時だけその話で他では全然違う話してたりしたら知らない話ですよそういうことです ねでじゃあこの最後のところはこのユイメタルねオリジナルメンバーを超えるのは難しいって話だと思うんですけどこれはもうどんなどんなグループでもスポーツでも多分何でもそうじゃないですかだって数字だけでさ例えば去年のジャイアンツの坂本勇人なんていうのが長嶋茂雄が放った39ホーマーを塗り替え40ホーマー打ったとで長嶋超えたよねってならないでしょそれと同じですようん 数字が超えたからっていうことですよバレンティンが60本打ったって大貞治の55本だろうしなんか最初にそのメディアの中でスーパースターになった人っていうのは記録より記憶みたいなこともあるんでしょうけどずっと続くこれはもう何でも宿命な気がしますただどっちもいいよねどっちも楽しいよねにした方が絶対いいですけどねそんなこと思ってますまたねイクありましたお願いしますありがとうございました じゃあこれでコメント返しいつものやつに入りますえー、っと最新のトピックに書いてくれた方々お読みしてまいります f 0 3 g ひろさん楽器ができて学祭に出るやつーハードロック系マジで演奏したいやつヘビーメタルとか T スクエア楽器はできないけど学生に出たいやつブルーハーツ一人でやりたいやつ長渕川崎ああなるほどこれは学祭の 僕の例えにね書いてくれたんですね、うん、なんか言えてる気がする今だとゆ,あでもゆずは2人いるか <laughs> ね、長渕尾崎っていうのは一緒にねされてねえよく僕も尾崎豊さん好きだったから違うんだよと思いながらねやってたんですけど大きくね俯瞰で見たら同じに入るのもなんかわかります スクエアって難しいっすよねわ、うん、かりますなんかクラシックの素養が必要なねものって基本的な基礎を積み上げた人じゃないとできないじゃないですかだから基本的にそういう人たちはこっち行かなかったっすね,、うん、ね楽器ができないけど学祭出たやつブルーハーツはもうこれらボーイも入ってたのよボーイね大体だっで俺らの時代はブービーズも ビーズは歌めちゃめちゃうまいからね。ギターもめちゃめちゃうまいからね。うん、そんなこと思いました。ありがとうございますあの。世代的に想像湧きます。引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いていきましょう。ガンズ世代ですかってリンク貼ってくれました。えっ、ー、と、これ8お,お名前呼ぶのせました。108、ゼノ、ゼノ、ゼオンニクさん。ありがとうございますね。 で素敵なツイートを貼っておきますので、和んでください。拝見しました。ガンズとね。僕、あれでも埼玉スーパーアリーナかなんかで、ガンズとベビメタがあ、ベビメタ前座でガンズ本ちゃんのやつかな。あれ行きましたよ。見ました、見ました。遠かったけど。でも行けてよかった。そんなこと思い出しました。ありいます。じゃあ続いて、えっ、ー、と、タケ21さん。 クニオさんコメント会社ありがとうございますコメントが引き込んでから一日も経たないうちに動画で返信するというスピードに感心しました YouTube で自分のハンドルネームとコメント読まれてちょっと感動です私もベビューメーターは3人じゃなくて良いと思います鞘師だけじゃなくリリコもかんこれあ,あそっかそっか分かった アベンジャーズ全員を正式メンバーとして5人体制で新しくスタートしても良いと思っています。あくまで個人的な願望ですけどね。クアリライブでの最後の5人でやった ROR や In the name of いじめダメ絶対は最高でした。あれはアベンジャーズ体制としての総決算で最初で最後の演出だという人もいます。しかし私は今後のヘビメベビーメタの新体制のお披露目だったのではないかと期待しています。メイトの中でも あれメイトの中でも意見が分かれる話で5人体制に反対。 のの方も大勢いるのですは承知ですがダークサイトをやったり過去に縛られずに新しい挑戦をしていくのがウィンメタの良いところで私がコーバメタルを尊敬する理由でもあります5人になればいろんなバリエーションができますしアベンジャーズの3人だけでやる曲もあっても良いですしモアメタルがセンターで歌う曲もいいですしさやしにもぜひ歌ってほしいですそれによってスーメタルやモアメタルもライブ中に休めるので2時間ライブでも夢ではなくなります クニオさんがご存知か分かりませんが、ベイメタルのライブは長くても90分です。ユイメタル脱退後はぶっ続けて曲を披露して休息時間がありませんので、12、3曲で1時間ちょっとのライブです。この1時間に凝縮された MC もアンコールもないライブは最高なのですが、5人体制でいろんなバリエーションの2時間ライブが実現すれば、さらなる高みへと進化するのではと想しています。かっこ笑い。PS、クニさん、あんまりベイメタルの発音気にしなくて良いと個人的には感じます。海外ではベビーメタルを。 と発音されていてい世界的なベイメタは、えー、もはやこれがデフォーと言っても良いくらいだと個人的に思っているので私はあまり気にしません。ワンオークも考えでは1 ok ロックですししかし気になるメイトさんも多いので普通にベイメタと言っていれば間違いないです。あざっすねうん最後の PS はあざっす、うん、努力しつつでたまに出たらごめんねでお願いします。 ささささあ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 じゃあこれ本題いきますかでアベンジャーズのね僕し、あのー、質問をしていたんでこれもうこのコメント返しの中では結構この話がメインかなと思ってますでありがたいですねこれはうん僕ねこれ立ち位置やっぱりあると思っててこれ何でもそうなんですけどさっき申し上げたオリジナル絶対主義これの人とあと変化を喜び楽しみと思える人種派ね であともう一個はそんなにそこ注目してなくて普通にもうやってくれたものを受け入れますよっていう感じかなあの注目度が2つ目と3つ目は注目度があるないの人すっごく注目していろいろ意見がある人と受け入れますよっていう結構オープンマインドな人の言うこれ大きくこの3つかなと思ってますで多分どっちかっていうとこれ3つ目なのかなっていう感じかなあの竹21さんはね ね、これ大体いい90分ぐらいっていうのはあの最初の頃はそれを思ってたんだけど今もそうだってことなんねわかりましたうん,うん僕じ時間数ってより内容ともしそのプロデューサーなんですかねそのイメージが90分だとしたら90分って僕悪くない時間だと思うんで一番いい形選んでくれたらななんて思いました そんな感じででどううしょじゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、田中俊さん、えー、とても興味深いお話ありがとうございます。面白いです。私はベビーメタルファンですが、アイドルとは無縁のロックファンだったので、やはりハマったのは2014年のメタルフェスのソーニスフィアの奇跡の動画からです。ここからベビーメタルロック、メタルファンに殴り込みをかけたわけです。リンクいただいてます。 ね、いきなり中高生が5万人のメタルヘッドの前で演奏アウェーな状況を力でねじ伏せましたベビーメタルの英国フェス出演は修羅場と名演が多いですね2016年のダウンロードフェスは豪雨の中開演遅れた状況で披露した空手そして去年2019年のグラストンベリー最終が出現したステージですメタルファンみんなビリー・アイリッシュメ当ての観客に対しがっつりぶちかましてモッシュまで巻き起こしました これもリンクいただきました。ベイメタルはロックですよ。そこに引かれてるんです。2017年はガンズ、レッチンなどの前座を務めました。アウェイな前座。そこを力でねじ伏せる。たまらんですね。さやしも生き様がロックと感じます。いきなりグラストンベリーの助っ人ですからね。さやし大好きになりました。これからもずっと最初応援します。長文、失礼しました。いえいえ。あの、いただいたリンクすべて見ました。ね、ここでね、スズメタル、まあ、モアちゃん。 ね、成長ちゃんと見えるし当たり前だけですね6年もありはね,でね <laughs>、うん、楽しいっすよねやっぱファン見てるの日本人って楽しいっすよね360度包囲網で楽しめるのがベビーメーターのライブだとも思うし、うん、ただね僕これ 1, 1個だけ1個だけ考えちょっと違うところがあ <laughs> って嫌なやつだな、ね、考えちょっと違うところあって なんかアウェーなところをねじ伏せるっていうのによっしゃってなってないのよ、うん、なんかどっか同調していってこの渦はこう巻いて大きくしていく方が得じゃないですかなんかこのブチ止めしてそっちからこっち奪ってやるっていうさあのすごく旧体制ウォーズ形式っつのそういうのだとなんかまあロックンねこのメタルファンそういう人多いけど、うん、なんか最後の大きいとこ行かない気がする も,もし間違ってたりしたらすいません。そんなこと言いたくなかったんだったらすいません, <laughs>、うん。でもありがとうございます。引き続き、えっ、ー、と、現場の報告であったり、いろいろご紹介をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、石島海人さん。コメント読んでいただきありがとうございます。毎回楽しみにしています。B メタのデフォルトが3人かどうかはキツネ様が決めること。Only the fox got no's だと思います。笑い。 えと今後の展開がどうなるかは分かりませんが、プロフェッショナル集団のチームベビーメタルが提供する最高のエンターテインメントベビーメタルを楽しむだけです。スーメタルとモアメタルがライブで最高の笑顔を見せてくれる。それ以上望むことはありません。どんなことがあっても信じていくのがメイトです。笑い。もう好意的前向き続きますね。これね、あの、ちょっとした、なんていうんですかね。 宗教遊びみたいなとこももありますもんねベイメーターは、ね、あその宗教遊びっていうのはもうぶっ殺されそうだけど <laughs> そうなんかそういう側面があるっていうエンターテインメントとしての捉え方ねそこに委ねていく信者風にやるのも楽しいっすよね僕それが正解な気がするけどねなんか余計なことを言って考察入れていくっていうのももちろん一つの,あの楽しみ方だけど なんか身を委ねていくこの連れ去られていく楽しみ方っていうんですかこれも悪くないななんて思ってはいますありがとうございますえっ、ー、といろいろ想像が広がりましたじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とヤギヤギさんでいいのかなありがとうございます えといつも楽しく視聴させていただいております。ハロプロ、ヘビメタ、地下アイドル、その他、あらゆる音楽が同等に好きです。フロムダスク・ティルドン、FDTD と聞いて、亡くなられたマスターは多分映画から名前を取ったかと思います。生前、ベビーメタルの FDTD を聞いたことがあったのでしょうか気になります。すごい曲なので。うんうんうん、こ,これから取ってる、間違いない。本人から聞いてる。映画ね、90年代の映画かな。うん、で、えっ、ー、と、 聞いたベビーメタルの「フロム・ダスク・ティル・ドン」を聴いたかどうかは分からない、ねえー、これもねあのそうそう僕間違えないように前さ「ド忘れしてた」って言ったじゃないで誰か書いてくれたかもしれないけどユナイテッドってバンドのベーシストの横山さん、うん、もうなんか今月やなんかお別れの会みたいの何周年みたいのやってたみたいにねねえ まあ彼の話はまたもし必要があればしていきましょうねまあご存知の方々はどうかわかりますけどスラッシュメタルバンドユナイテッドということなので検索してみたら面白いかもしれないです、ね、はいありがとうございましたじゃあこれはこれでいいかな、うん、ね、うん、じゃあ続いていきますえー、これは HIT ROID さんちょっとどう読むかわかんないすみません、えー、こんにちはいつも楽しく拝見させていただいていますうー洋楽好きでメタル好きでヘビー好きで生まれて初めて好きになったアイドルがベビーメタルでこの旅めでたく鞘やしという珍しい名前を知ってとうとう国にチャンネルを毎日楽しみにして、えー、ステイホームする日々です WW w チャンネル名を見てハッとしたんですが国をちゃんと呼んだ方がいいんでしょうか笑い いつもベビーとベイビーの発音問題の指摘に誠実に答えてる姿を見てニヤニヤしています。チャンネル登録が増えれば増えるほど来ますよ。頑張ってください。 いつも見聞きした経験事実をもとに話されているので100%楽しみにしています。おそらく初回のアップ情報からおすすめ動画に出てきたので見ています。最後に1つ質問さ,質問させてください。私は1974年生まれですが、時折見かけるオリジナルメンバー最強説についてです。いろんなバンドの話はあえて触れませんが、小谷さんも感覚的に少なからず考えることがあるんじゃないかと思い心配しています。ベビーメタルの3人目が正式に決まってしまうと、それは同時にウィーメタル復活のわずかな望みを断ち切ることになり、トーンダウンするメ メイトが3分の1発生すするんじゃないいかと思いますしかしそれを補いかぶ、えー、せるのはサヤシさん以外にいないと思いますいや同時代にいること自体奇跡だと思いますアッシュ時代から続くバックストーリー世界中にいるであろう潜在的なファンメタルが似合う超絶スキル海外メイトのアベンジャーズアンケート結果も確か8割がリフォーメタル推しでしたよ国尾さんがよく言うサヤシがどうしたいか問題ですかですが えー、そうです私は鞘師に、えー、決断してほしいマジでベビーメタルになるとそして全米1位取りに行ってほしいやはりステージ3人でインタビュー2人は不自然で余計な,質問あ余計な説明しなきゃいけなくなるからアートワークやイメージも2人は寂しいあと3ピースの魔法について試験あればお聞かせください <laughs> いやあの気も使わせてかつ素晴らしい文章を頂い,いて感謝いたします 多分僕よりつつか2つ先輩ですね、えー、とじゃあもちろんお答えいたします。えっ、ー、と、国をちゃんと呼んでも、国をでも何でもいいっす。<laughs> まずまずその呼び方はあの気遣わせてすぎません。何でもいいっす。で、これは僕のところは大丈夫でい、いくらニヤニヤしてもらっても大丈夫で、えっ、ー、と、次のところね。で、このオリジナルメンバー最強説というところ、ね、これ先ほどもお話ししました、3つあるんじゃないかというところなんですけど、1個深掘りしましょう。 ここれはね物語をどこででるかだと思うんですよ例えば僕「バック・ツーザ・フューチャー」という映画が好きですけども「ワン・ツー・スリー」どれが好きって言われたら「ワン」選ぶに決まってませんなんでかといったら「ワン」から見てるからでこれはもう仕方ないんですよがしかし世の中生まれたタイミングとかい何ですかねまれにうんあとでも「ツー」から見てみたり「スリー」から見てみる人いるじゃないですかそしたらその人にとっては もし3から見たら321と見た場合3が一番好きかもしれませんよねなので僕は目線と立場とその人のタイミングにすごく依存するもんだと思うんですよ。で僕はさも当然いモアから見てるから鞘師が入るっていうのは違和感感僕ですすら感じますよだけどさやしがそこで頑張っていきたいってなったら応援するに決まってんじゃんって話ですよね。 これは何でかと言ったら物語を紡いでいって、そこで現在という時間軸が僕らは一緒に生きてるから一番重要じゃないですか。過去じゃないんだもん。フューチャーに向かいなねバックスだ、フューチャー。どっちにしてもいいんだけど。<laughs> なんか上手くないです。すみません。<laughs> これ何が言いたいかというと、今の時間軸っていうのが、より未来に、えー、喜びを生むものを選ぶのが僕は正解だと思ってる。だからその人の時点がどこかに依存する。出会った時点が。だってその人にはそこからがヒストリーだから。 この答えでいいですかそんなこと思いましたでこれはここであとはこの3人体制ということだよねでトーンダウンする3分の1っていう人はさっきの言った1つ目の人ですよ「バック・ザ・フューチャー」1から見てる人は。で3人の魔法についてという質問ですよねこれもすごく面白いいい質問だと思うんですね、えーと。ハロプロなんかで例えますとどういうことが起こるかというとこれ3とか5。 これが一番見やすいですで7も見やすいんだけど7だと全員が何やってるかっていうのの表情はもう物理的に見失います5までなら見えますこれ一応僕の体感ですしハロプロ見てるやつらだいたい同じこと言います奇数ですね日本人奇数好きなんだけどねで 3, もう3は最高ですボーノというグループであったりまあ、昔ゴマットーという後藤真希 <laughs> 松浦や藤本美貴というね3人組もあったんですけど後浦夏美なんていうのもあったんですけどこれはまあ,あの後藤真希と松浦とナッチです3人は最強ですよ、うん、本んにで5人もいいでこの話は何を申し上げたいかというとやっぱり一つのステージを我々芸術と捉えたいじゃないですかそれは表現したいことだから視覚っていうのは、うん、目は2つあっても 僕の経験だと5まではやはり見えるんですよ。で3は最高なんです。日本人にとって3バルカン。<laughs> これ世代分かれんな。バトルフィーバージェン、ゴレージャーでもいいですよ。戦隊ものがもう答え出してますよ。それが答えですよ。うん、で分かりやすいもで5ぐらいの個性って一番分かれてていいやつだもん。初期のモーニング娘。だってそうですよ。なので初期のモーニング娘。初期のベビーメタル。 素晴らしいですよ5人3人そこに答えがあると思いますなので魔法と申し上げますかもう物理的に目は2つで終えるのが何かマックス5で3は最高でも3だとダメなやつ入れられない5だとイエロー的なちょっと明るくてちょっとちょっとちょこちょいみたいなの入れてもいけるそういうふうに見てますさせん間違ってたら指摘して,きてくださいありがとうございますじゃあ続いていきましょう楽しい話でしたね えと山口しさん、コメント返しありがとうございます。こちらこそありがとうございます。だけでいいですかね。引き続きお願いします。じゃ続いて、えっ、ー、と、これは達也さんでいいんだね。いつもありがとうございます。コメント返しありがとうございました。コメント読みの提案に関しては了解しました。あと、国産業界人といったことに関しては、以前の動画できちんと説明されていましたね。 今後気をつけます。リししした動画はいいつか上がるのを楽しみにしています。リフォメタルを勉強するためにモームスやボーノやジュースジュースアンジュルムビヨーンズなどいろいろなハロプロのグループを見ていたらモームスだとさやしと石田恵美さんそれとソロ活動している鈴木愛理さんにもハマっています最近は興味がなかったハロプロにもだんだん興味が持てるようになってきましたベイメタやハロプロなどさやしをきっかけにお互いのファンの人口を拡大していったら面白いだろうなと思いましたう ありがとうございますこれおっしゃる通りなんですよ。で石田あゆみお目が高いねうん石田あゆみさんどういう方か知らない方に紹介しておきましょうモーニング娘。の10期メンバーであのリーダーは今福村瑞希ちゃんという子がやってるんですけど福村瑞希ちゃんはいわゆる鞘師里保と同期です9期です。なんだけれどもうー事実上まうんと僕なんかの動画で言ったんだけど町内会長的な役割が福ちゃんで。 あの事実上家族の神さん的な役割が石田愛美がやってるって感じ。うん、あのブレインだね、僕の中ではで。お目が高い。で、鈴木愛理さん。これもお目が高い。鈴木愛理のね、ソロはたまらなんす。たまらなんすだって。<laughs> たまらないです、ね。キュート時代もいいですけどね。これはどの時代見ても鈴木愛理はオールオーボッケーだと思いますね。あの、ベビーメーターファンの人たちが、 鈴木愛理っていう声で出るの大きいんでなるほどなぁと思ってます、ね、まあいろんなものをエンターテインメントとしてつなげていく未来に我々も真ん中にいようじゃありませんか恥でもいいですけどそんなした <laughs> 引き続きお願いします <laughs> じゃあちょっとなんか俺喋ってると最近鼻が出てくんなあ来たこれお答えしますちょっと長いですけどグッドグッドさんねえー、お読みしますねいきますよ ご存知だと思いますが、接触商法は、電通が AKB なので大々的に始めたもの。これは CD が売れなくなったレコード会社に対し、彼らの弱みにつけ込んで、電通がレコード会社の利益の一部をかすめ取るために考案されたものなのです。そして現在では、握手券付きで、音楽コンテンツを売ってるグループは、漏れなく電通と契約していますし、握手商法での売り上げのおよそ5割をマージンとして電通に払っています。認めたくないでしょうけど。えーえー、無論、 ハロプロプもそうですし電通抜きでレコード会社を絡めた握手商法なんか日本でできるわけないので、まあ、電通はアニメにしろ映画にしろライブにしろマージンの割合は大体5割なんです。 そして悪手商法の未開としてテレビ雑誌ラジオ舞台映画などの電通案件のタレント仕事を芸能事務所の方はキックバックしてもらって利益を上げてます悪手商法の売り上げが多いところほど電通が仕事を多く回してくれてまあ、デメディアの露出が増えるってシステムですね 以前の AKB や現在の坂道 G のメディアへの露出が多いのは握手会での売り上げが大きかったからです。アルプロは人数が少ないのを補うためか鈴木愛とかは特にやたら回数をこなしている印象ですけどね。他の子の、そうか。あとお聞きしたいんですけど、国尾さんは女の子たちがあれを喜んでやっていると思いますか まあそういうい人もいるかもしれれませんんがそれは少数なんでししょうかもお宅の相手をしている時間があるならそれはダンスレッスンやボイトレ演劇の講習なんかにそれこそ時間とエネルギーと金そのすべてを吸い込みたいっていうのは本音だと思いますが。 ベビーメタルなんてまさにそうじゃないですか SNS ど SN ころかブログもやらないプライベートの気流も一切なしステージの上だけで勝負するってスタイルですよねそれにお宅の中には自分のお客様って意識からか偉そうに上から目線でアドバイス説教するアホもいるようですしあれってファンから思ってるよりはるかに女の子たちにはなえていたり相当,相当精神的な負担やストレスがあったり だって自分なんて会社で上司に気を使うだけで疲れるのでこの類の本音は辞めたアイドルさんがよく話してますよね握手情報についてなんですけど自分は出版社に勤務しているのでまた音楽系の雑誌も数冊は担当していくこともあってその辺の事情はある程度知ってるつもりなんです何せ不伝通はうちにとって大事なお客様あお得意様取引先実際問題、えー、大人あ失礼大人数を集めて握手情報をやって ないアイドルアイドルは地下アイドルまっしぐらいになるって十分承知してますしモモクロみたいに電通とな <laughs> なんだこれなんとか分かちそして握手商法をやめた途端メディアでの露出は減りライブ動員数も悲惨なことになりグループとして、えー、衰退の一途をたどっているのを知ってますでもですねラルクやベビーメタルを絡めて海外進出なんて、えー、ことを言ってるのを聞いたら黙ってられないと言いますか自分も真剣にプロを目指してバンドやったり 若彼氏バンドやったりバンドやったり若彼氏時代があるので特にその前に日本でドーピングに頼らず音楽でちゃんと勝負してそんである程度結果出してから考え話とかはした方が良いのではって突っ込みたくなりますね。 仕事から音楽関係者アーティストにも取材したり話したりする機会が多いわけですけど握手で音楽を売ってそれを恥ずかしげもなく売り上げに計上するって人たちを実際アイドル関係者以外の音楽人はみんなよく思ってないです。あ 失礼ランキングは何の意味もなさなくなったし日本本のの音楽市場を広告屋が壊ししててるって感じの話は本当にによく耳にします。芸能事務所もそうですけど主要新聞主要雑誌テレビのゴールデンタイムの広告枠のそのほとんどを握ってる電通にはスポンサーもこびるしかなく逆に逆らえないって構造になってるので無論僕の会社出版業界全体でもそうですだからある意味仕方ないと思うんですけどだからこそこその電通の枠組みから離れて日本を飛び出し海外の 芸能事務所と契約して一から新人として戦ってるアーティストは偉いとかつてドリカンも織田和正も挑戦してましたけど夢叶わずで跳ね返されましたあ k p o p なんかは異例中の異例ででもあれも伝通が絡みですからね最近やっと日本人にもだいぶ知らされてきてるし当然といえば当然で話があちこち言いましたが国尾さんのおっしゃるように、えー、握手会にたとえ良い面があるとしても実際はん 被害の方がはるかに大きいメンバーへの肉体的精神的負担が大きすぎるそれに日本でドーピングやってちゃんと音楽で勝負もしてないのに海外を語るのはちょっと違うかなってあっちで正々堂々と戦ってるバンドやアーティストになんか失礼な感じもしてひょっとしてドーピングの何が悪いと思ってる派の人ですかもしそうなら今回の話は聞かなかったことに <laughs> あー超長文ありがとうございます ささあ,さあでこのね回答を先ほど冒頭にも言ったんですけど、えー、と僕まずうあのこれ肯定も否定もじゃなくて僕の考えでいきますからねグッドグッドさんの考えは分かりましたあと立場をあの少なからずあの表現してくれてありがとうございましたそれによって見方というのクリアになるので、えー、と話がしやすいですその上でいきます僕握手券で CD を売っているっていうようなところの側面のもう議論って結構前に終わっちゃってんすよ どうしてかというと,、えー、とこれ特に指摘されてるのはその女の子たちが喜んでるか喜んでないかっていう話なんですけどそれ第一世代の人たち例えば2010年代最初ぐらいの子たちっていうのはここに悩んでたと思うしこんなことしたくて入ったんじゃないわあったと思う。でも2015年以降ぐらいに例えばハロプロで言えば研修生であったりとか、えー、そういう握手から実はハロプロを目指して入った子とかって全然いるんですね。 なので時代時間軸をどこから見るかにすごく依存する話だと思っていてその握手によってとかっていうのをもうワンセットでハローーのメンバーになりたいい子っていますよでその握手っていうの嫌がってる人って当然ですけどこの道今選ばないですよ。なので今二十歳前後ぐらいの2十五ぐらいまでもそうかもよ。僕金沢智子っていうジュースジュースのリーダーの子好きなんですけど。 彼女なんかはアイドル現場に行っててそれでキュートのサイン入りポスターが欲しくてカラオケ大会行ってつんくさんに見出されてそのままジュースジュースになっちゃう、まあ、研修生になってからジュースジュースになっちゃうっていうキャリアなんですけど彼女だって多分その握手会とか行ってて好きなアイドルとかと話してる中で自分がもしこうだったらっていうイメージ膨らませたと思いますし今実際アイドル現場って女の子の方が多かったりするんですよ。ハロプロプなんてまさにそうでですす女性客の方が多いです なので2020年型の僕はビジネスモデルとしてはこれ全然間違ってるとは思ってないですで握手でこびてるとかその時間を台無しにしてレッスンできればっていう感じの成り立ちじゃないのも実際に感じてますこれはどう伝えたらいいか分からないですけどこれがリアルですでメンバーも僕少なからず僕も握手会っていうよりライブについてくるスタイルだったんですね今年からも変わったりお見送り会になったりいろいろあるんですけど まあこの後ねコロナショック以降どうななるかか全然わかんないですよだけど話してる中で全然僕の友人のハローとも大量にいるんですけどもちろんこういうやついますよ接触目当てでそこばっかり喜んでるやついますよでもそれも悪くないじゃないですかでもそれが過半数じゃないっすそれがリアルっすなのでここ誤解のないようにもし何でしたら復活してこういう場所行く時あったら僕案内しますよ説明しますよ それぐらいは余裕でやりますなのでので誤解にしてくださいで続いてなんですけどこれドーピングという言い方をしてるよね日本の音楽ーシーンっていうこと。これはすごく何て言うかな多分出版社に勤められてるからなんでしょう数字をビジネスっていうところでけで言ってそこのポストから見たらこれで、えー、言えるところもあると思います。でも僕はほぼほぼぼ現場の人なんですよ でほぼほぼ現場でど,どちらかというか圧倒的にお客さん側の目線なんです、ね、でそうするとどういうリアルがあるかって言ったら単純に共有してていいいく趣味の中ででそれれがが分母がどれぐらい多いかってだけですただそれは情報量にもちろん依存しますから情報の発信が多ければ多いほど分母をつかむ率は多くなりますよね。まあ、その情報をしの分母だとしたら分子になりますけどその分子が僕が話している分母というふうに捉えてください。 でこうなるとどういうことが実は僕らの中で話されてるかって言ったらもちろんハロプロなんていうのはここの間にいますからもっと事務所が宣伝費使えばとか言ってますよ勝手なことみんな言ってますよだけどそれも愛のある言い方だったりして海外進出どうこうっていうところは実はみんな「いや追っかける時旅行費が高いから行きたくね」とか言ってるようなレベルなのがリアルですで外国人は全然違います。 外国の方々は外国来てくれたら嬉しいしあと日本自体も好きだったりするんで日本にコンサートを見に来て3週間ぐらい長期滞在大体学の人はバカンスっていうのは3週間取りますからそういう風にして遊びに来ている理由にもなっているしその中で売り上げとかこういうものにはあんまりあの頭多く使ってないっていうか考えてないですよ中には日本人的に考えてそういうところも日本人と同じ目線になってる外国人とかともいますけど。 ででもマスではないですねなのでドーピングという言い方はすごく僕間違ってる気がするで k p o p に関してもこの見方っていうのはすごく間違ってる気がしてある時代のはさっきも言ったんですけどそうなんですよで時間軸を2008年ぐらいまで戻したら僕この言い方すごく分かるんです例えば今の新大久保とかがこんな韓国外になる前のとことかねうん,なんか分かるそれは だけど答えは僕これいろんな立ち位置によって違うもんだと思ってるんでそこはもう少し立ち位置の中で探れる未来っていうのはある気がしてますなので今日のところはこの話はその辺にしましょうで日本のポップカルチャーの売り方というのは今実は無限に広がってるんで僕配信時代のところではでもねアップルとかスポティファイとかで撮られてるは撮られてるからなんか次の時代のやつ淡々と作ってた方がいいと思いますね 今まで出たサブスクネスとかも絶対すぐ時代変わるんで、そう思ってます。引き続きお願いします。じゃあ続いていきましょう。ちゆさん。えっ、ー、と、なんかコメント読んでいただいたら、あ、ご失礼や。なんかコメント読んでいたら、ベビーメタータさんは愛リちゃんにハマる人が多いような気がする。愛リちゃんの武道館ライブの動画のコメントにも、ベビーメタータさんのハマりましたってコメントをちらほら見かける。 アイリちゃんはハローじゃないけど事務所つながりだとモーニング以外にもアンジュ JJ ビオツバキなどいろんなグループがあるのになぜ愛梨ちゃんなんだろうキュート時代から愛梨ちゃんのオタをやっていたからすごく嬉しいんだけど理由が知りたいあとクニちゃんも愛梨ちゃん好きになって馴れ馴れしくてごめんねてへありがとうございますうん多い気がしますそしてえー、あいなぜ愛梨ちゃんなんだろういこうか スーメタルと並ばせた時に比べやすいシルエットプラス歌唱力じゃないですかなんか僕そんな気がするしかもソロでやってるじゃないでキュートの時代もアイリーセンターの曲とって比べやすいだ,だと思うよねあとボーノが3人そこまでこの3人と比べてるか分かんないけどそういったところもあると思いますね,ねアイリーの方が年上っていうのも大きいんじゃない、うん、<laughs> 適当だけど そんなこと思いました。で最後の、グにちゃんも愛梨ちゃん好きになっては、ずいぶん前から好きですよ。ずいぶん前から好きです。僕はあの2014年のパリのジャパンエキスポの時はあはインタビューも撮ってます。フランス語訳にも多分したと思います。そんな感じです。だから結構前から好きです。一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。じゃあ続いて、ザックリマルさん。えビビメタきっかけで桜学院にはハマった、えー 父、兄ですが、えー、ハロプロファンの意見が聞けるのは楽しいですね B メタルの人数については3人から増えることはないと思います桜学院も毎年卒業転入を繰り返していますが基本1 2人で行うようにダンスが作られていますかっこ13年度のみ10人でしたら結衣メタル脱退の際に試行錯誤した結果が今の形となるためミキコさんの演出はそのグループに合わせた演出が完成品なんだと思いますそれと結衣メタルのポジションは常に開けておきたいって思ってる人が多いと思います まあ戻ってくることがないにしても希望ですかね。うんうんうん。ね、この差額システムはそういうことだよね。ここはかろうじて分かるんですよ。あ,あとありがとうございますね。書いてくれて。ね。このハロープロファンの意見はあの聞いて楽しいと思ってくれて嬉しいですね。でも、さやだけっていう人と、ハロー全体って人と、 モーニング娘って人は3つ違うのよこれ厄介だけど、うん、僕包括的にそこを言ってるつもりなんだけど、うん、だからちょっと間違っていたりし,した案内とかよ分かりにくいことがあったら遠慮なくまた聞いてください、うんね、このミキコさんの、ね、演出って僕このおかげでこの1年のやり取りのおかげで結構見るようになったんだけどちょっとすっげえ間違わなければいいんだけど 現代の腰の純子的なポジションこれ全然違う腰 <laughs> の純子さんのやってきたことなんかもう俺すっごい好きなんですよか,かっこいい、うん、かっこいい女好き <laughs> そんな聞いてない、ね、<laughs> すみません、ね、そんなこと思いましたでこれあの最後のねユイメタのポジションを常に開けておきたい永久結番的なやつねわかるわかる 今、ジャイアンツで背番号3なんか入れられないもんね。<laughs> ユイメタルが長島だったわけじゃないだろうけど。わかるわかる。そういうことですよね。ありがとうございました。引き続きお願いします。じゃ続いていきましょう。えー、トライヤ・トラヤ・アーさん。いつもありがとうございます。 えと数回前に大変丁寧にご返答いただきありがとうございました。B メタの人数について誰もが引き込んでいなかったので書かせてもらいました。3人以上でもいかでもダメなんです。昨年人数を増やして見事に失敗しましたからね。初期は3人プラスダンサー数人の形態もありました。最終的にあの3人落ち着いたということはそれがベストなんでしょう。神バンドもいるし増やすのは難しいし、2人だと、えー、物足らない。 本当はモアにも抜けてもらってスーソロプラスバックダンサーが正解だと理屈の上では思うけどそれはメイと格好微妙なファンは許さないユイとモアはバックダンサーじゃなくてフロントの前で踊るいたずらな天使として配置されているそしてあたかも双子のように似せたのが良かった今のアベンジャー体制がいまいちなのは双子コーデにあえてしていないからだと思う 差別化は意図的だとしてももったいない。もうが嫌がるのかな。そうだとすると、結衣が帰ってきたとしても、もう双子校ではないかもしれませんね。そうなるとまた一がありますね。どうなっても応援していきますけどね。人生の終わり。過去まだあらかんだけどね。に、見つけた楽しみなんで、走るうちはピットで暴れ続けるつもりです。走れるうちはピットで暴れ続けるつもりです。えー、一つ質問があります。鈴木愛理さんのライブはやっぱり深い人ばかりですよね。行ってみたいけどさすがに怖い。 メタルの良いところはメタラーもいておっさんばかりで参加しやすいんですもしももしだしソフトだからね一人で行っても受け入れてくれるし大変あ大半ぼっちだからねメイトが愛梨さんに興味を持ったのはモアちゃんがファンだからそして落ち着いたのは歌って踊れる姿に惚れたからでしょうね生で見たいけどお怖いありがとうございますそうそうこれもあんだね もがそうそうちゃんがファンだからが正解かさっきの方にもね同じこと言えばよかったね、うん、でえっ、ー、とこれねすごく僕は見てる目線としてこれ間違いかどうかわかなんですけどこれに便乗しますけどこのさたくさんいた時のアベンジャーズの映像も見たんですよそれ別に俺悪いと思ってないのよだからそれぐらいなんか 過去のもうユイモア自体の最初の3人ではもう頂上ある種のここまでっていうのを見たことにしてもいいじゃないですかで現在形でどんどん進化させていくんだったらどれがいいのかなっていうのがそこの質問だったりしたつもりだったんですよねだけどモアが嫌が嫌るはダメですよねこの視点あちょっと俺抜けてたなと思って、うん、弱えなと自分で再確認しました でまあまあそういうことです双子コーデってねこれ双子コーデかわいいからねやっぱかわいいみたいですよね数メータルもかっこいい数メータルがか愛いいとなるとかわいいんだけど世界観の中でどうなるかっていうところはちょっとちょっとんつうかな狙ってることじゃないと思うんですよやっぱユイモアの可愛い,い天使でなきゃダメですもんねそこに鞘師がどうアジャストしていくっていうところ小屋が側からの寄りがあったらまた全然 ハローがもう変わってたと思うんですよあもうこれベイメタでやってく覚悟を決めたんだなって思ったと思うんだけど僕なんかどう見たかって言ったらあこれモーニングでもなくベイメタでもなくさやしの新しい未来探してんなって見えたんですよだから僕もこれベイメタでやれいけってなってないんですこれは本人が何も発言してないから全部憶測ですよだけど捉える側そう捉えてたって話ですね であと質問いきますね鈴木愛理さんのライブは若い人ばかりですよね。これはねソロになってからそういうい傾向あります昔キュート時代はあのちゃんとあのオールドスクールの方々集まってたんですけどキュートも2013年境ぐらいで女の子すごい増えて、うん、今比較的愛理同世代前後多いっすね、うん、でももし何か怖くて行きたいって言ったら一緒に行きましょう。<laughs> あの余裕余裕でフラフラしながら入りますから案内しますでお,おっさんはいっぱい知り合いますから紹介します <laughs> ねえ理にしろって殴られるかもしれないそんな感じですねアイリーいいですよ本当にいいです気づいていただいたありがとうございますじゃあ続けましょうえっ、ー、とこれも質問がすごく多くいただいた方お読みしますえっ、ー、とナルナルシアスエッジオさんでいいのかな ちょっとスペインン語みたいな初めめまましして初めてコメントします私は2 0 1967 7年からの、B、メタファンです私は1年生まれなのですが高校生時代はテレビの画面の中のアイドルに夢中になりました古い話で恐縮ですが石川秀美速見優渡辺麻里奈などを見て可愛いいって熱を上げていました今になって思い返すと高校生のよくある疑似恋愛ってやつでしたね その一方で音楽的思考からはジャーニーととボンジョビなどが大好きでしたそんなバックグラウンドを持つ私がメタル好きな友人に勧められてベイメタを初めて見たのが2017年最初は「なんじゃこれ!」という第一印象とともに猛烈な拒否反応を起こしました元来アイドルというものとロックやメタルは交わらないものという保守的な認識を持っていたのでこれを混ぜてきたベイメタに対しては「なんてことするんだ!」という感想でした世に言う「混ぜるな危険」ってやつですね しかし、一度聴いてしまうと、あのヘビーなリフが耳に残るんですよね。私が最初に聴いた曲は、uh, Catch Me If You Can。ファンの間では通称かくれんぼと呼ばれている曲、ギミチョコヘッドバンギャーでした。Uh, そして気がつくとリピートして聴いていました、笑い。それが沼に、あ、これが沼に落ちるという現象ですね。それからはどっぷりベビ,ビメタ三昧です。そんなわけで、鞘師さんについて初めて知ったのは彼女が突如現れた去年のベビメタ横浜アリーナ公演でした。 その時、偶然にも会場にいた私は、鞘師さんということもう鞘師さんということも知らずに、冒頭踊りに出した3人目のダンサーに目を奪われました。一緒にいた友人に、あの3人目のダンサーすごくないキレッキレやん。なんだ、すげえな。と言ったのをまだ覚えています。そして翌日の報道で、元モーニングンのエース、鞘師サプライズ登場という見出しを見て、彼女の存在を初めて知ったのです。つまり、何の先入観を持たずに、ダンスを見て、すごいと素人目にも分かったくらいなので。 最初ののダンスは本当にすすごいいだと思いますそれから鞘師さんのこともダンスパフォーマーとして気にするようになり今回彼女のインスタもフォローしていますよくさやしさんのことをベイメタにあっていないという人がいますがそれは今までのベイメタを見てきたファンのベイメタはこうあるべきモーニング娘。を見てきたさやしサポのモーニング娘。の最初が好きという保守的な観点から出てくる意見だと思うんですよねもちろんその見方を否定するものではありませんがアイドルから脱皮してアーティストとして、えー、なんだこれ 機材を既,存既存を壊して新しいものを創造していこうという本人たちの姿勢が鞘師さんとベイメタ側で共鳴していたから業界的には前代未聞のタブーが実現したのだと思っています。鞘師のパフォーマンス力が彼女のことを知った私的には今後の是非ベイメタには何らかの形で関わっていっていただきたいと思っています。 なぜならーメタルはこの先世界を取っていくために、鞘師さんのパフォーマンス力がとても重要だと思っているんです。プロレスでいう武藤慶志とブルグレート・ムタは別人になると同様に、鞘師・し・リホとリホメタルは別人でいいと思います。この先、さやさんが何をしたいかによると、国尾さんがおっしゃられておりましたが、昔からさやさんが見てきた国尾さんに、さやさんはどこに行こうとしているんだろうという推察でありますかでいいのかな推察でできますかその点のご意見をぜひ国尾さんに語ってもらいたいです。 正解なんて誰にも分からないんでので国尾さん何の意見で構いませんおそれで5つのワードが来てます、えー、モー娘。OG として今後のハロプロのステージに上がる可能性ベビメタのサポートダンサーアベンジャーズとして今後ベビメタのステージに上がる可能性上記のどちらにも属さず小屋史理として活動していく可能性上記の場合小屋さんが見据えているのは国内のマーケットかそれともグローバルなマーケットか サイスさんが個人として活動をしていく場合、彼女はダンサーとしてやっていくのか、それとも歌も含めたアーティストをやっていくのか。アイドルファンの視点、ロックやメタルファンの視点、それぞれの意見が寄せられるこの動画は大変面白いですし、それらの意見を音楽的産業的な目線でコメントしていく国はさんのコメントがとても面白いです。これからもいろんなファンの意見が寄せられると思いますが、あまりファンに何と、えー、これあ、要はファンにあんまり気をつわずってこと、ね。 えー、国さん独自のとんがった意見を発信していっていただければと思います。またコメントしますね。長文失礼いたしました。こちらこそ、えっ、ー、と、解読、甘くて失礼しました。ね、えー、っとね、すいませんね、皆さん。多分これも動画史上最長になります。えー、もうと、届けていきます。やってみようと思ってます。アイドルファンのね、この昔の僕、ここの辺も全部聞いてますよ。うん 僕80年代のアイドルのレコード集めるの大好きなんでシングル版でたくさん持ってますよ。うん、ね。おにゃんこクラブのこのだからあの渡辺満里奈以降のところは多分リアルタイムで全然。早見優も「アメリカン・キッズ」っていうね英語のなんか番組朝方やってたの見てましたよ。<laughs> ね。石川秀美が唯一後追いかな、うん。そんな感じ。で音楽、ジャーニー僕、トトの、トトが一番好き。ト・フォーっていうアルバムね。 これ昔、えーと「波の数だけ抱きしめて」というねあの小田裕二と中山美穂が出てた映画があってそこでのパンフレット買ってサントラの紹介が出てたんですよその時にボズ・スキャッグスとかねこの「トト」とかアルバム掲載されてて聞きましたね買,い買って聞きましたね当時1800円ぐらいでソニーの再発の CD が出てたんで1990 90年91年とかそんな感じかな 覚えてますね。であまあまあそんなところ僕もロックヘビーメーター、まあ、60s70s が特に好きですけどよく聞いてますよじゃあ続けていきましょうこれ質問のところね質問答えなきゃダメで12345とあったのでだんだんだんと答えていきましょう1えっ、ー、とモー娘。OG としての今後のハロプロのステージに上がる可能性ねこれはねえっとハロプロと OG の M ラインっていうところは厳密に違うんですけど 何周年とかそういうトピックがあった時には絶対上がると思います。えー、さはそこを去年のひなフェスで証明されていて、今も続くと見ています。なので、えー、100%に近い99%という回答でいかがでしょうか。で、2は、ベイメターのサポートダンサー、アベンジャーズとして今後のベイメターのステージに上がる可能性ね。これも99%に近いと僕は思っています。どうしてかというと、もしもう切れていて何にもないんだったら、 今彼女ほどの優しさが僕や彼女優しい人間だと思ってるし非常にファンに気使う人間だと思っているんでそこだったらある種答え出してるはずですよなんかもったいぶったこと今やらないかなと思ってますなので99%ぐらいあるんじゃないかっていうふうに見てますで3の上記12のどちらに属すさ,さ,さやし利法として活動していく可能性これは これね1,2に属しながら模索だと見てま実、ねうん、で、一番僕実はここ補足があって全くこの議論がなかった時5月の11日というあのインスタ解説がなかった場合の時どう見てたかっていうところは最初の動画で話してるんですけど僕本人が、うん、レディー・ガガとかアリアナ・グランデクラスのところのこれエージェント側の話から聞いたところなんですけど。 そういうところと,組む,こと組,組むとか前座出るとかじゃないと要は価格帯でで売れないっって話だったと思うんですよこの動画のいくつか前2,000万から3,000万っていうことを歌ってくれた人がいて僕もそれ聞いてた話だから会ってつながったのはその中級層という方これが中級層だったことを僕知らなかったんですけど。 中級中間層になる2,000万から3,000万ぐらいの価値観になるためにはレディー・ガガとかアリアナ・グランデの前座をやって名前を売っていってどっかの大きいショーとかのライブとかバンドでいいでしょうねのバックダンサーとして頭角を表していくっていうことでたどり着くっていう道かななんて思ってたんですよ。でそのためにはブロードウェイオフ・オフ・ブロードウェイオフ・ブロードウェイ何でもいいですけどあの辺の人脈が速いよねっていうことこういう数式っす、まあ、数式って偉そうだったねイメージです。 これでいこうね失礼しました先輩に対して偉そうなのでここの可能性というのはちょっとこれだけハテナかも、うん、模索中って感じですねで4の上記さんの場合ヤシさんが見据えている国内の小林さんが見据えているのは国内のマーケットかそれこそそれともグローバルなマーケットかこれは絶対後者だって前者だったらあの,あの時点でヤシ、えー、が10代のうちに辞める必要もないしニューヨークに行く必要はない なのでこれ絶対者です,100者ですで。5の場合鞘師さんが個人として活動していく場合彼女はダンサーとしてやっていくのかそれとも歌も含めたアーティストとしてやっていくのかこれがわからないだらこの1から4までは割と僕タタンタンタンと回答できたと思うんですよそれは事実に裏打ちされている彼女の行動パターンっていうのと発言と今勉強していることがつながるからだけどもここの最後のところは 僕もしかしたらトライしていて消去法っておりかなりダンサーに近いんじゃないかなと思ってますね理由は単純で歌のレッスンだったり歌ということを外に見せていくみたいなことをあまり前向きに言ってるように感じないですねよく昔ねギタリストのチャーさんなんていうのが7-3で7ギターで私は3は歌だなんて言ってたんですけど 僕さやはそれぐらいのバランスでいいと思ってるんで3歌で7ダンスぐらいな感じでやってくれたら超面白いんですけどね逆にダンスだったらそれ力抜けていいですよね7割8割ぐらいで踊れるのん最高じゃないですかなのでこれは最後の5だけは僕の勝手な意見で歌も全然トレーニングしておけばいいリズム感って後からなかなかつかないんだけど音程ってだって十い十国0国見発見国見って12ですか11ですかどっちでもいいんだけど その音符を近いところに乗せてりゃいいだけじゃないですか西洋音楽だったらだからなんとかなりますよでダンスがうまかったらもうそっちの方でいくらでも僕はポジション取れると思ってますっていう意見ですちょっと最後はすいません自分の持論でした引き続き、えー、と先輩で申し訳ないですけどお付き合いいただければと思っておりますありがとうございますじゃあ続きましょうもう1時間超えでここまで付き合ってくれてる方々 なんかで返す話すで <laughs> 続けます。えっ、ー、とまたシニさんですね。国ニさんコメント会社ありがとうございます。古めの会社という表現をしてしまったのはあ伝わりづらかったですね。ハミューズはハローと比べてブラックボックスが多いという制限が多いような、そんなことを表現したかったのです。鞘師にはデビーメタルに残ってほしいからですが、そういう制限増えるのは彼女にとってどうなんだろうと思ったりもします。 ただ Perfume も最近はある程度自由に喋れるようになってきていますし時代とともに緩和されてたのかな、えー、っとあこれ前も俺なんか読めなかった、うん、で同行編を折りたいと思いますあともしよかったら b e h a v の Perfume 以外のグループブジーやボーイスタイルもを見てみいただければアミューズがたどってきた経緯もわかるかもです それにグループともめちゃくちゃいいグループですしね最後にジュースジュースの推しはルーちゃんですあ,あとあの声とあのスタイルはてんてんてんうんうんいざっ古めの会社の件は全然問題ないです、うん、これね、うん、僕ねも,もんなんさブラック ボックスどうこうってより体質が古いっていうことは現場との距離が離れてるって考え方だと思うんですよだってトップダウンでもトップから直で現場に行ってたら別に俺80歳と20歳でもここから直接話せるんだったら全然いい会社いい業務形態だと思うんですよねでも多分絶対そうじゃないじゃないですか多分だ多分で絶対ってもおかしいけどそうじゃないじゃないですかねそれだけだと思いますよ でアップフロントはそうでないことは僕は聞きました。もう調べてくれれば分かる人の方から聞きました。なので間違いないですね。アミューズがどうかはそうそうです。ね、で、これあの、おすすめいただいたビーハイブの,あのビズブズィーボーイスタイルは聞きました。ボーイスタイルは知ってました。あのアニソンのやつがあったからね。 でブズィは昔の「太陽とシスコムーン」みたいな感じかなと思って見てたんだけどどっちかってうと「スーパーモンキーズ」とかそっちの方向かなっていうところで曲聴いてるうちになんとなくう思って、まあ、それを現代版でやってるって感じでしょうね。うん、かっこいい感じしましたね。で僕どっちかってうとガールズグループはかっこいい子いてもいいんだけどかわいい子がちゃんといてなんかちょっと背伸びして頑張ってるみたいなのが好きっちゃ好きなんですね。 でこ,のこういうグループを上げてくれて分かったのは、ルーちゃん最後、ダンバラルール,ルが好きってのはすごいわかる。ダンバラルール,ル、こっちでも全然活動できますよね。だけど、あの子が可愛、かわいいハローっていうところに興味持って入ってくれたのがいいんですよ。そこが最高にかわいいんですよ。こういう表現でいいですかね。か僕、ダンバラルール動画も撮ってますんで、まあ似たようなこと言ってます。時間あったら見てください。あうじゃあ続いて、えー、っと、三枚坂ムさん。 コメント読んでいただきありがとうございますー人数の話ですが国王さんのおっしゃる通り3人にこだわることはないというのはその通りですかたしとし 形としてはどうなのかというと小林プロデューサーはやはり3人が良いと話しています試行錯誤の結果でそういう話をしていますので3人がデフォルトになると思いますただ水野さんの脱退の経験もありますのでサポートメンバーの用意は必要でしょうあと BBM ができないのでサポートメンバーの有効活用という方向性もあるかもしれませんメインメタ参加は小林さんの意思が重要という点は納得です前提条件として小林プロ中…あー飛んだやっちまったついにここまで頑張ったのに えと小林プロ中本さん菊池さんの意思 <laughs> 統一が必要になると思います小林、えー、さんはこの1年国内国外で多数の声演に参加しています B メタが彼女のキャリアに与えた影響は計り知れません今インスタで誰に向かって話しているのか分かっているはずですあとはメイトの熱意だけでしょうね鋭い、うんこういうなんか一つずつ何ていうんですか 名前を消していってリズメしていく感じって、なんか言われたらもうそうかなって思いますね。<laughs> うん、ああそうだって思っちゃいましたね。だ1個だけもうずるいねこれもね1個だけ上乗りさせてもらうと、あの熱意っていうのをこれ僕わかんないですよ。今2020年基軸で僕のこの動画を見てくれてコメントくれてる方々の性格を総合すると。 サヤシの過去のモーニングのファンも、この熱量っていうのは近いものあった人に結構見てきてるんですよ。だけど、メイトと言われる方々は切れ味鋭いから、ちょっと引くかもよ。<laughs> だから出し方を1、一回オブラートもそうだし、なんかこのお茶をこすような、一 <laughs> 回この <laughs>、あのー、コーヒーでもいいんだけど、ちゃんとチュ最初コーヒー好きだからち、ちゃんとこのドリップしてあげて <laughs>、 やったらいいかもしれない荒引きじゃないいいいかかももししれれなななきじゃ方がそれでなんかみんなで話して5人とか10人ぐらいでムード作れるじゃないですか最初にビーメターでこういうふうにやってもらおうっていう雰囲気作ろうみたいに書いてたらもうい、ね、やこんなアドバイス聞かなくていいけどなんかそしたらちょっとあって言ってモチベーション上がるかもしれないね、うん、これはもう美舞坂 M さんの文章からそんなことを想像してしまったので、えー、と2人で企んだアイデアとしてくださいありがとうございました引き続きお願いしますいや面白い じゃあついていきましょうグッドグッドさんお重ねたのね人数は大学臭い時にダンサー増やしたらかっこなんやそれ宝塚みたいなって突っ込まれてましたねなるほど宝塚ハローが宝塚みたいなんだけどねハロプロの構造ってすごく似てるジャニーズと宝塚っていうのは先にあってこの構造にすごく影響を受けて似させたのが僕はハロプロと見てますこれはよくおっしゃる電通の影響力がすごく少なくなる構造だと思います まあ違うね、ジャニーズは違うとて言うかもしれないけどあのそっちの方が上に行かない構造なんじゃないかなと思ってますすいませんプロの方に意見して引き続きお願いしますじゃあ次行きましょうえっ、ー、とお朝日奈さんコメント会社ありがとうございますまさか横山さんのお知り合いとはそうねこれさっきのフロムダスクティルドーンねユナイテッドねそうそう、えー、のあのねなんかテレ,もうテレビ関係の人って結もう本当に結果的によ探してないからね 出会った人たちとかで飲み行こう飲み行こうって誘われてうちに紹介した人がいる紹介した人がいるって言って知っていく感じもう本当それだけあの努力してないですで近いからいけちゃったっていう、ね、そういうことです引き続きよろしくお願いしますじゃ続いて山田太郎さんがここねここ結構ここ結構よ、えー、お返し,しますねお読みします、えー、サヤシに対する国評コメントにムカつきました。 間接的にハロプロが見下されているような気がしてさらにムカつきましたそもそも個人の身体的特徴を抽象するようなコメントを動画内で取り上げる必要があったんでしょうか返しのコメントも薄っぺらいことしか言ってないし通報しときますまず書き込んでいただいてありがとうございます見ましたので一応ハートつけときますで、えー、と僕はここ山田太郎さんっていうのにまず基本的にお伝えしたいことがある 山田太郎さんよく他の動画にも書いてくれるじゃないですかで嬉しいんですよあの見ていただいてコメントしていただいてますとても嬉しいですなので意見というのは全然あの僕言っていただいて嫌じゃない人なので意見もありがたいですがしかし一つあるのはあの誰かこれもさ誰かに向かって向かムカついたのはムカついたのはしょうがないけどもこれを俺に書いてでしかもさコメント内で取り上げる必要があったんでしょうかって抽象までこれ見返したんですよ 抽象に捉えられるようなな僕感覚でで言葉をまず発してないんですねそれはどうしてかといったら多分鞘師シの顔とか,かその大きさに対してでしょで俺大きいからじゃああなたは大きいからダメだと思っているのかってことなのよ。僕はエンターテインメントに出る場面だったら体が大きい小さい顔が大きい小さい手足が長い短い全部個性で全部使えるんだよ。 だからそういう意見が出るの人前に出る以上はもうしょうがないじゃんだったらタレントだったら自分がそれを使って逆転してってやるこれを長所にしてってやるってやるのがタレントだもんで歌手でもあるしそれがエンターテイメンエンメトエターテイナーだもんだからこれを誹謗中傷みたいに捉えちゃっている僕は感覚がエンターテイメントを受け取るスキルとしては少し弱いと思うから山田太郎さん絶対興味があって好きなんだろうから そこを広げる楽しみ方を一緒にやりましょうよ。僕これ提案。うんま、ただから、俺に向かっていたんだったらもう俺いいよ、俺に言ってもらっていいよ。で、通報も俺のことはしてくれてもいい。でも、どこに何の通報するかわかんないけど、全部説明できるから。うん、だから、そういうような、僕は、ポジティブで発展的な付き合い方を山田太郎さんとしたい。それを分かってくれ。でまた何か気になることあったら言ってください。引きき続ますじゃあ次行きましょう。 えっとあミヨンミヨンさんコメントいただきありがとうございました動画内で話題になった今後の体制についての予想ですが個人的な意見としては正式なメンバーは今の2人のまましばらく続いていくと思っています昨年の冬頃のインタビューで本人たちがベビーメタルは今後2人で続けていくユイメタルの交代メンバーについては話し合ったことがないと明言していますしベビーメタルの運営側も2人であることを強調する演出を随所に見せています 少なくともアベンジャーシステムは直接的な3人目のメンバー探しのためのものではないと思いますただオリジナルのベビーメタルは3人前提で作曲振り付けを行っているので2人はどうしても無理があり今回の2人プラス1人のシステムを作ったのだと思いますアベンジャーズ3人がいることの理由としては1国内外ツアーを回る上でサポートメンバーの体力面精神面負担を考え人員的な余裕が欲しかった 高校生、中学生が混じって、なおかつ彼女たちはツアー自体初めてなので当たり前ですよね。そこにステージ経験豊富なさやしさんも合わせて補い合う形を作ったのではないでしょうか。もちろん、アベンジャーズ、もろもろ、ベイビーメタル以外のスケジュールもあるでしょうし。にユイメタルのポジションに特定の人物のイメージを持たせたくなかった。かっこ、ファンにとってもそうですし、彼女たちにとってはほぼ10年、小学生の頃からユイメタルと一緒にやってきたわけですから。 誰か特定の個人となるとあからさまな変わりと感じて頭では理解できたとしても拒否反応が出てもおかしくありませんメタリカとかも似たようなことがあってかなりえぐい揉め方をしていたようですし過去年、えー、2の理由については今の体制後の体制を明確にせずぼやかした状態にしておくという運営側の意図もあるような気がします結論を急がず段階を踏んで変えてきているような気がします この辺のことはアベンジャー前年のダークサイドも含めて考えないといけないんですがこれ以上長くなると申し訳ないのでまた別の機会に書きたいと思いますただ今のベビーメタルはオリジナルメンバーである2人公表されているメンバーライトサイドと闇の存在かっこそを隠された存在ダークサイドの融合した状態であると考えられますまたいろいろお話楽しみにしていますねありますこれ見方だよねでぼ僕 みよンみよンさんの考えてること見てることっていうのもなんかすげえ整理されてるし <laughs> こう言われたらそうかなと思うんですよ。何、えー、だろうね。だから本人たちのもっと性格の部分っていうのがだからもうハローだと接触があったり情報そのすごくぐるぐる回ってるんで大体どんなやつかわかるんですよ。<laughs> やつだだってね でそういうようなことがデリメーターの場合当然タレン僕,僕なんかこのシステム好きですよタレントとして全然一線あるって好きですよで接触も嫌いじゃないですよもう慣れたからでそういうさっきの説明と一緒ですだけどそれが故にまあ世界観その小場さんのせ世界観もあるんでしょだから深刻化,化には成功していてそれが故の今いろんな考え方がああ言われてみれば言われてみればってなってて俺うまいなと思ってますよ これはちょっと僕は意見が言えないのでこの話っていうのが頭にインプットされて何かで調べていくとかにパッと思いついたことひらめいたことがあったらその時にお返しでよろしいでしょうか引き続きお願いしますありがとうございますじゃあ次行きましょう、えー、と山本明さん、ね、これが最後かな皆さんお疲れいきますね まままだ登録しししててせんが楽しく拝見してますメタファンはかなり解析発信能力が高いようで例えば新しいウェアや靴を見ると23時間でメーカーや値段や生産国限定品かどうかまで全世界に拡散するくらいなので特に通報していると思ったのですが笑い。 パフームが中学生の頃にミキコさんがフロントダンサーを夢見ながら収入のために広島アクターズスクールにコーチとして行き最初期の生徒だったのがパフュームで無論デビュー前のことです、えー、その後日米を行き来しながらパフュームを育て、えー、時が経ち沖失礼広島アクターズスクールに特待生として中本鈴香が存在したのが関係の始まりと思われますその頃はアミューズと広島アクターズスクールの提携関係だったようです 今は提携はなくなったようですが、関係はあるようで、広島アクターズスクールの2年前のトップの娘が桜学院に、えー、転入しています。ちなみに Perfume、桜学院、ベビーメタルはオリジナル楽曲が三木子先生の振り付けです。私は在宅地蔵型ではないですが、とりあえず。で、続いてます。えー、いきますね。 登録させていただきまもともとテレビっ子だったのでネットの世界も眺めるだけの G です赤ん坊の頃は寝ている私の横の縁側にご近所さんが相撲中継を見に来ていたそうです笑い<笑>10年ほど前に自分用のテレビが壊れたので新しいテレビを買うまでのつなぎでタブレットでネットの世界に入り込みましたの,、ま、したのでモームスの初期はテレビでよく見ていました昔は週に十数回以上音楽番組がありましたからね 初期のモームスなならカラオケも歌える笑いかなでネットサーフィンを始めました現在は桜学院とベビーメータで6割くらいかなミキコさんの話ですがアミューズ系のアーティストには結構振り付けをしていますね恋ダンスも確かそうです桜学院は学校様式の活動なのでマネージャー軍や歌ダンス演技などを職員室の先生と呼んでいますがミキコさん主催のダンススクールのあダンスグループの イレブンプレイから常任で入っています。小学生の頃からミキ,コミキコクオリティで練習しています。ネットの書き込み始めたので、えー、まとまらないなで文字が入っています。いえいえ、ありがとうございます、ね。初書き込みを私のところを選んでいただいて光栄です。ねでこれ、えー、大きな見方が もう差額のところかなり突っ込んでらっしゃる感じですよね。僕このね差額のさ NHK でやってたやつ三3回ぐらい行ってよ。もよ。だいぶ前だけど5年以上前だけど。でそれは楽しかった。ただね中3以降見たいのさ。<laughs> なんかさクッキング部とかテニス部とかもさもっとやってほしいのさ。 <laughs> っていうことだったのよ、うん、でなんだかんだでハローが超現場広げちゃって忙しくなった時から差額ちょっと見てないかなっていうのが振り返ってみたら思いましたよ。うん、2015年以降ぐらいねハローめちゃくちゃ現場多くなったんですよ。うんね、何の話かと申しますとまあその辺までのところはちょっと例えられてもなるほどなるほど繋つながるんだけど特にこの3年ぐらいが すごく弱いって話ですね。だ皆さんのお話聞いて、えー、時間をうまくつないででる最中ですでこの聞き方多分あのだ人生の大先輩だと思うんですけどもすごくう何にも差を感じないのでなんか僕から質問といったら変ですけどこれ恋ダンスね恋ダンスこれあのマノエリナちゃんっていうのもこのドラマ出ててハロプロ出身ですから彼女歌がそんなに得意ってわけじゃないんだけども最後の大っぴらに出たソロミュージシャン。 でそれはハロプロ在籍時代。で、ハロプロを卒業してから出てるのがよく話しに上がる鈴木愛理ちゃん。で、曲はすですね、マノエリナちゃんすごく曲がいいんで、まあおすすめではありますっていうことを無理やりここから <laughs> 差し込みました。で、えっと話戻しますね。で、このミキコク,キコクオリティもあの検索してみましたよ。面白い。で、僕、うそうだそうだ。 話戻す戻ししたたくせに戻してなかったアミューズ系のアーティストのなんか流れとハロプロ系のアーティストの流れのところもしハロプロ見ていて何でハロプロにはまらなかったのかが聞きたいってこと、うん、なんか理由があればで僕はお答えするとするとさっき言ったみたいに現場で見ていくことの方が好きになってグループがたくさん多くなっちゃってで本人たちの個性も分かるからそこの楽しさに多分はまったんだと思うんですよ。 その前までは結構拒否反応を示したにもかかわらずねあと曲が良かったあとそもそも可愛い系が好きなんだけど今のハローはかっこいい系に走っててそのちょっとアンバランスな感じも可愛いと取れるなんか脳内修正が効くってことなんですけどねそういうようなタイプですなので何か理由があったりしたらあの2度目の書き込みでお願いできるかと思ってますさあそんな感じでしょうか 当然ながら国をチャンネル史上最長のこの1時間26 0今分を迎えて皆さんもしここをね感想された方いらっしゃいましたらおめでとうございますベイメタのライブ90分ぐらい <laughs> お付き合い頂い,いちゃってすいません、ね、引き続き国尾チャンネルは、まあ、コミュニケーションという形のこういった動画というのも続けていきたいと思っています是非チャンネル登録しながらそこはあいろんな意見をお付き合いいただければとは考えていますよで 強強いいいい言言葉葉をを選んでいたり強い言葉を書かれている方々確認です僕にだったらいいだけどそれが僕はどういうことにしたいかといったらポジティブな未来への建設的なな話しし合いにしたいにたわけなので個人の誹謗中傷であるんだったらもっと違う形ツイッターでも僕名前「未悪の国」という名前でやっているしなんかダイレクトで来るような直接話したいんですけどと書いてくれればもう DM とかでもいいからそういうふうにした方がいいかも。 なんでかと言ったら全部依存するのはポジティブな未来を作る建設的な話し合いの場所にしたいというふうに思っているからです。ぜひご理解いただきこれからもよろしくお願いします。ではまた近々再会しましょう。またね。ありがとう。